皆さんこんにちは、ニャオラボ TV の美里とコキクとカナです。このチャンネルは ZOZO タウンとウェアを運営する ZOZO がニャオに関するさまざまなコンテンツをお届けするチャンネルです。はい、ということで本日もスペシャルなゲストにお越しいただきました、骨格診断士の二上由美子さんです。お願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高見由美子さんは骨格診断の創始者であり、テレビや雑誌などでも活躍されています。ということで事前に私たち高見さんに骨格診断をしていただきまして、かなさんがウェーブ、はい、おきくさんがナチュラル、はい、私がストレートという診断結果でした。はい、今回の企画は骨格タイプ別結婚式のお呼ばれドレスの紹介をしていただこうと思います。嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3月から5月って結婚式のシーズンだと思うので、この企画すっごく助かります。確かに結婚式のドレスってそんなに何回も年に着るものではないと思うので、そうですよね、本当にここぞという時のドレスなので似合うものをぜひ教えてほしいです。確かに結構ボディーライン出るものも多いですしね、合うものを見つけたいですよね。はい、お任せください。ありがとうございます。楽しみにしてます。はい、ということで今回はワンピースドレスを2つとパンツドレス1つの合計3着を骨格タイプ別に紹介していただこうと思います。はい、早速やっていきますか。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで着替えてきました。どうでしょう、私たちこのいつもと違う、ちょっとなんかドキドキワクワクしない、まずウェーブのドレスから、はい、順番に説明していきたいんですが、その前に骨格タイプって何っていうとですね、まず人間の体を筋肉の特徴、脂肪の特徴、骨関節の特徴、この3つのどれかが強く出る体質があるよっていう大前提なんですね。ウェーブの人は筋肉が少ない、骨は標準、脂肪の比率が大きいんです。特徴としてはやはり体つきが力強さがあまりないというかね、華奢でしなやかな感じです。で首も長くて重心はちょっと低いんですね。で重心が低いっていうとちょっとねあんまりこう褒め言葉じゃない感じがすると思うんですが、ここが薄いのですごく華奢見えします。でそこを強調するというのがとっても大切で、特にウェーブさんはこの二の腕のところが透ける素材を使っていると、さらに腕がほっそりして見えるっていう効果があるので、それはね守ってほしいんですね。長袖でしたら袖は透けるで出しちゃってももちろんいいです。肩と腕を出すと着痩せします。で首はですね、実はこういう風に詰まってるものって得意じゃないんですよ。ウェーブの人って薄いんですがその分幅があるんですね。でここに首が詰まってても思いっきり空きすぎてても平面が見えちゃうので、ほどほどの空きが本当はいいんですね。ただドレスって意外とあんまり空いてるの多くないんですよね。なのでその場合やはりここも透けててほしいんですね。そこがもう何よりもポイント。あとちょっとハイウエスト気味になってるとか、ウエストのこういうベルト部分というんですかね、ここが結構幅があると思うんですけれども、これも大切なポイントです。で今ね靴もねシルバーで合わせていただいてるんですけれども、ウェーブの方って引き算していくと地味になってしまうことがあるので足し算していきたいんですね。そういう意味ではこう光るものとかそういうのを加えていくというのも大事なポイントになります。イヤリングとかはどうですか。首が長いのでこういう下にこう大きさがあるというかね、がいいです。華やかさが欲しいのでプラスオンプラスオンたくさんしたいんだけれども、すごく存在感あるものだとそれはそれで負けちゃうんですよ、華奢なので。比較的繊細なものをたくさんつけるようなそんなイメージですね。はい、いいと思います。ということでまとめますと、ウェーブの方はとにかくデコルテと腕は透ける素材、そしてハイウエスト、そしてシルバーなどの光る素材のものをプラスオンしてください。なるほど、分かりやすい。続いてナチュラルタイプのドレスです。はい、お願いします。こちらも素敵ですね。なんか色も絶妙で大好きな色なんですがナチュラルタイプの方の体の特徴は先ほどの話で言うと骨関節が一番大きいタイプです。筋肉と脂肪に関してはどちらもそんなにこう目立たないんですね。骨がフレームがしっかりしているのでこう肉肉しさというか肉感的な感じがあまり目立たないという特徴もあります。印象としてはスタイリッシュでかっこいい体型の方が多いんですね。で重心バランスは高くもなく低くもなくで、ちょうど収まりがいい感じです。今日のドレスのポイントなんですが、ナチュラルの方に似合うレースは
こういったこう大きな力強いレースです。あとチュール、これも似合うんですよ、ナチュラルの方。なのでちょうど異素材で似合う似合いの組み合わせなのでとても素敵だ。あとはバングル合わせていただいているんですけれども、ナチュラルの方って日常使うバングルだと結構大きいものとかごついものとかすごく得意なんですが、まあ、ドレスアップなので、そういう意味ではこのくらいのそんなに大きくないタイプでも似合わないということはないので、つけていただいた方がいいのかなと思います。イヤリングとかも大ぶりな感じが、イヤリングも大きい方がいいです。あ、そうですね。はい、ドレスなのでデザイン的にこう華やかなものであればすごく大きくても問題ないと思うんですね。今つけていらっしゃるぐらいのサイズより大きいものでも大丈夫です。あと今ヘアスタイルをちょっとねルーズな感じに綺麗にまとめていただいていますけれども、うん、それはナチュラルの方が一番得意なヘアスタイルです。はい、羨ましい。ということでナチュラルの方にお似合いのドレスのポイント、大きくて大胆なレース、そしてチュール素材、バングルなどのボリュームのあるアクセサリー、ピアスもボリュームのあるもの、うん、はい、そしてトレンドのルーズなアップヘアが似合います。勉強になりました、うん、ありがとうございますそして最後はストレートタイプのドレスです。ストレートタイプの体の特徴は先ほどの話でいくと筋肉優位です。そして実は骨関節がすごく細い骨細さんなんです。筋肉があるのでとっても体つきが存在感があるんですね。でもね結構女優体型とか言われるんですが、あらゴージャスなんですよ重心が高いです。バストの位置も高いし腰の位置も高いし、それからね膝の位置も高いんですよ実は。あとこう筋肉があるので締まりがいいというかメリハリがちゃんとあるっていうところも特徴ですね。でここでですね、メリハリがあったりゴージャスだったりする体型にいろんな装飾品をくっつけると大きく見えてしまう。なのでシンプルにした方が体つきのゴージャスさとか、男性だったら男性らしさ、女性だったら女性らしさとかもより際立ってくるという特徴があるんです。何が得意かって総レース、全身レース、全身レースのドレスに負けないっていうのもストレートの方の特徴なので、ぜひね一着はこのソーレース着ていただきたいなと思いました。あと V ネックですね、ウェーブの方と真逆でこのデコルテラインに厚みがあるので、ここに何かつけてしまったりすると大きく見えがちなのでデコルテスッキリしたいです。でこれは例えばもうハイネックで逆にここスッキリさせるのも似合うんですが、 V にして首元をスッキリ見せるというのもドレスの場合はそちらの方がいいかもしれないですね。ポイントとしてはソーレースだけどそれ以外あっさりしてません。それがいいんですよ靴もスムース素材を今履いていただいていますけれども、はい、光らない方がいいです。アクセサリーとか、はい、バッグとかが光るのはいくら光ってもいいです。ただ着るもの履くものが光っていると体が大きく見えてしまうという特徴があるので、どちらかというと光らない方がより素敵です。ちなみに私こういうドレス選ぶときに腰回りというかこうキュッとしたのを選ばないと重い印象になるんですけど、ドレス選ぶときはやっぱりこう体のラインをちょっと拾うぐらいの方がいいんですかね。いい質問を。ドレスに限らずなんですが、体型を隠す服を着ると損します。例えばチュニック的なものを着ちゃうとここの厚みからあとストーンと見えなくなると、もう全部大きい人に目の錯覚で見えてしまいますよね。なので程よくボディラインは見せた方がいいんですね。かといって体に張り付くようなものだと筋肉質っていうのはですね、見た感じも弾力があるんです。体にピタッと張り付くぐらいボディコンシャスだと今度はどんなに細くても雰囲気的にムチッとした感じが出るんです。ただ多くの日本人女性はそれを好まないので避けましょうねとアドバイスしてるんですけれどもなので張り付かない程度に程よいソフトコンシャスぐらいのボディコンシャスが一番体型の良さを表に出してくれます。ではまとめますと、はい、ストレートの方に似合うレースはウェディングドレスとかでもよく使われているような正統派レースが一番似合います。正統派、はい、透ける部分も少ないし、かといってこう大きいというよりは繊細さもちゃんとある。実際一番お高かったりすることも多いんですけれどもいいです、はい、でソーレースも似合います。ソーレースじゃなくてはいけないわけではないんですけれども、ソーレースが着こなせる。でデザイン自体はシンプルな方が似合います。アクセサリーはあえてですねネックレスつけてないんですけれども、つけちゃいけないことはないんですが胸元は引き算して耳にキラキラをつけた方がより素敵です。ありがとうございます、はい、意識してドレス選びます。はい、はい、ありがとうございました。
じゃあ次のワンピースドレスのご説明をお願いします。はい、ではまたウェーブさんからですね。先ほどと同じくやはり腕の部分はスケール素材です。結構繊細ですよね。この繊細なレースがスカート部分にもこう入っているところもとっても大切で、これがもしねスカート部分も上半身と同じようにフラットな感じだと寂しくなっちゃうんですよ、ウェーブの方は。こういうやはり装飾を足し算するっていうことを大切にするといいです。靴はあえてちょっといきなり黒が入ってるんですけれども、はい、こういうふうにこうアクセントがちょっと入って、これもね足し算の一つでなんかちょっとあった方が良かったりもします。そして長いピアスです。このくらい長さがある方がやはりいいですね。カジュアルだとこの辺まで垂れ下がってくるのも最近ありますよね。それはウェーブさんだと相当華奢なものにしないと負けちゃうんで、このくらいがちょうど綺麗です。なんかドレスの色味結構淡いかなと思ったんですけど、どんなものがいいとかっていうのありますか？やはり色はねパーソルカラーに合うものを着るのがいいんですけれども、ソフトな配色が似合います、ウェーブの方は。なのでこういう柔らかい色で全身ふわっといくのはすごく得意なんですね。ネックレスのポイントとかってありますか？あります。ウェーブの方はこのやはりデコルテエリアは引き算しちゃいけない、足し算が必要なので必ずネックレス入れてくださいということで、まとめるとやはり腕のところはスケールレースで、シンプルになりすぎないようにスカート部分もこうレースが綺麗にあしらわれていて、長いピアス、そしてネックレスを入れるというところがポイントです。以上がウェーブの方にお似合いになるドレスの特徴です。勉強になりました、はい、ありがとうございます。続いてナチュラルさんのドレスです。お呼ばれドレスというコーナーではあるんですが、ちょっとですね番外編でナチュラルの方にお勧めしたいデザインだったので、普通の合わせが結婚披露宴とかだとマナー違反になってしまうので、この場合はもうパーティーとかちょっとドレスアップしてお食事に行くとか、そんな感じかなと思って聞いていただくといいかもしれません。どういった点が似合うのかというと、ナチュラルの方ってフレームがちゃんとしっかりしているので、服自体がストーンとしているものを着こなせちゃうんですよ。上からこのスケール素材で全身覆われてるのでドレスアップ感もちゃんとありますし、首はちょっとデザイン的にない方がいいかなと思ってピアスだけにさせていただいたんですけれども、これはたまたまこのドレスとの相性だけで、ナチュラルの方はという意味で言うとネックレスはつけてもつけなくても大丈夫なタイプです。あとね、こういう表面が荒削りな表面感ですよね。こういうものもナチュラルの方すごい得意なんですよ。あとね、ナチュラルの方って本来足元は重たければ重たいほど似合うんですよ。ただこのドレスにやっぱりこの繊細な靴がいいなと思いました。というのが、普段着るワンピースだったら靴も例えばスポーさんとか大きなスニーカーとか重たい重たいで合わせても着こなせちゃうんですけど、ドレスアップ感がなくなっちゃうといけないので、あえてこの繊細なものを合わせていただきました。ということで、こちらのドレスの似合いポイントはとにかくストーンとしたデザイン、そして大きなバングル、そしてこのドレスの相性でネックレスはなしにして大きめのやはりピアスというところがポイントです。以上がナチュラルさんにお似合いドレスのポイントです。ありがとうございました。はい、そしてストレートタイプです。こちらのドレスのお似合いポイントは何といっても素材なんですね、うん、ちょっとねスーツっぽい素材ですよね、うん、ストレートの方はこういう表面がフラットで上質そうな感じで、分厚くもなく薄っぺらくもなく、硬すぎず柔らかすぎず、スーツのような素材が一番似合うんです、はい。で、骨格タイプって似合う形と素材感が分かるものですね。デザインよりも素材が合ってるかどうかの方が自分の体型をよく見せるためには重要なんです。あともう一つ実はポイントがあって、はい、最近のドレスにしてはちょっと丈が短いですよね、うんうん、ストレートの方のチャームポイントで、膝下の足がまっすぐで細くて、あと足首が引き締まってて綺麗っていうのがあるんです。そこをやっぱりせっかくなんで出したいなというところで、そこもポイントです。膝見えないぐらいの足はちょっとじゃあ見せた方がスタイルアップ効果、スタイルアップだけを言うなら実は膝見せた方がいいんです。あのマナーとか気にしなくていい場面でもね、はいはいはい、であともちろんスカート丈ってトレンドもあるので、自分の足を綺麗に見せることが最優先とわけ、ってわけにはいかないと思うんですけど、今年でショート丈いろいろ出てきてるので、そうするとですね、ストレートの方は膝のお皿の真上、これがお皿だとすると、はい、の真上が一番綺麗、足が綺麗に、先ほどねデコルテは引き算がいいのでノーネックレスだったと思うんですが、今ねかなり大きい
きなものをつけていただいています。一面同じ素材でフラットにいってしまっているし、色も一色なのでやはりねアクセント欲しいんですね。ストレートの方はつけるならば細いとか小さいよりもある程度の存在感があるもの、大きいけどまだフォーマル感があるというかそのくらいがいいです。ということでストレートの方に似合うドレスのまとめは、まず素材がフラットで高級感のあるもの、そして膝下が見える丈、そしてアクセントで存在感のあるアクセサリーですね。以上ストレートさんに似合うドレスでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてはパンツタイプのドレスを着てきました。はい、ではまずウェーブさんなんですが、もうまたここが透けているというところ、うん、あと袖の先端がちょっとこう広がる形になっているんですね。こういう足し算もすごく得意です。ハイネックはウェーブの方は得意じゃないんですけれども、こういうふうに実際これスタンドカラーになっていますけど、ここの部分に空間がありますよね。それだと全く問題なく似合うんですね。これを覚えておいていただくといいかなと思います。下のパンツの部分はすっきりしちゃっているので華やかな靴を合わせていただきました、うん、パンツの場合とかって、うん、例えばワイドがいいとかチャックが入っていた方がいいとか何かありますか？ウェーブの方はとにかくですね、この真横の部分が外側にこう膨らむものは避けて、それ以外のものを選ぶといいです。ウエストをくびれからこう腰骨って結構左右にちゃんと綺麗に張ってるんですね。そこからストーンと降りてる方が足が長く見えるのでパンツでの膨らみはない方がいいんですね。こちらのドレスをまとめます。まずスタンドカラーですが、首元に隙間があり、袖にシースルーの部分がある、そしてパンツはサイドに膨らみがなくストーンと落ちる柔らかい素材、以上がポイントです。ということでウェーブさんのおすすめパンツドレスでした、はい、ありがとうございました。はい、そしてナチュラルさんのパンツドレスです、はい、ナチュラルさんはパンツドレスが特によく似合うタイプなんですよ。こちらのドレスのポイントなんですが、結構パンツ部分のボリュームがありますよね。もともとナチュラルの方が一番ワイドパンツが得意なんですね。でさらにボトムが重たいのが得意なんですよ。でこのぐらいのボリュームが下半身にあるっていうのがナチュラルの方の体型とすごく相性がいいんですね。そこが一番のポイントです。ナチュラルの方に似合うか似合わないかの分かりやすい指標として生地を大量に使っているものが大体似合うんです。そういう考え方で選んでいただくと大体似合うものになると思います。まとめますと、とにかくボリュームのあるボトムスですね、うん、あとですね、ナチュラルの方だけは上も下もボリュームがあっても着こなせてしまう唯一の骨格タイプなんです。とプラスしてトップスもそんなにコンパクトにしていないけれども、こうリラックス感があってナチュラルの方によく似合うパンツドレスです。以上がナチュラルさんに似合うパンツドレスでした。ありがとうございます。はい、そしてストレートタイプのドレスです、はい、ストレートタイプの方にストレートタイプっていう名前をつけた理由は、直線的なものが似合うからなんです。こう直線直線入ってますよね、はい、V にもなっているし、はい、まずそこが一番のお似合いポイントです。でパンツの部分もストーンといってますね。で生地も表面がフラットで綺麗めな生地ですよね、はい、そこもお似合いポイントです。ストレート骨格だとここを出した方がよりいい、うん、そう、ストレートの方は縦にはすごくセクシーに出してもいいし、逆にハイネックでここまで詰まってても両方似合うんです。でここ綺麗なんですよ。デコルテがつるんとしてる方が多い、なのでこう出すといいと思いますよ。で肩の方を出すとちょっとここのラインがね、ストレートの人が丸いんです。 なぜかというと骨細さんだから肩の骨が細いんですね。でさらにそこに筋肉がちゃんと乗ってるので、シルエットがどうしてもこう丸くなっちゃうんですよ。なんでまあここは出すと損しちゃうですかね。なるほど、うん、こういうドレス選ぶときに私、うん、ここの袖の丈感、うん、ここってなんか意識するべき点とかあります？ストレートの方は中途半端な丈が苦手なんですよ。なので長いならちゃんとこのぐらい長いということで、ストレートの方のドレスをまとめると、まず直線が入っている V である、そして全体的にフラットで綺麗めの素材、袖はちゃんと長袖なら長袖、手首まであるといったことですね。以上がストレートタイプのパンツドレスでした。ありがとうございます。はい、ということで、お呼ばれドレスの紹介ありがとうございました。ありがとうございます。私は本当にもう直近で友達の大事な結婚式があるので、はい、本当悩んだんですよ、どれを買おうか。なので今回教わった直線だったり張りのある高級感のあるものっていうのはストレートはいいっていうことだったので、早速買いに行こうと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。でも本当にあのドレスって体型出ちゃうの多いのでね、やっぱり合ったものを選びたいですよね。そんなにしょっちゅう買い替えない、そう
ですね。うん、ケクさんいかがでした？はい、自分が好きだったものが自分の骨格にも合ってたっていうのが何個かあったので、それはすごく嬉しかったのと、タックが似合うとかそういったのは初めて勉強させてもらったので、もうちょっとおしゃれ上級者になれるかなと思います。ありがとうございました。かなさんどうですか？ドレス着るときって絶対に外したくない場面がすごく多いので、今までたくさんの中から悩んで決めていたので、ポイントを抑えて似合うものを選んでいきたいなっていうふうに思いました。二上さんとの動画は他にもありますので、ぜひご覧いただいて、この動画が参考になったという方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。高見さん、改めて撮影していただいてありがとうございました。ありがとうございました。やってみていかがでしたか？楽しかったです。嬉しいです。ズバリ高見さんにとっての似合うとは何ですか？はい、似合うを知るということは自分の強みと弱みを把握することだと考えているんですね。苦手とするアイテムでも正確に自分の持ってる強みと自分の弱点をちゃんと把握しておけば、攻略法が自分で見つけることができると思うので、ポジティブな意味で利用していただけたら嬉しいなって思っています。はありがとうございました。ニアウラボ TV をご覧の皆さん、ニアウラボで超パーソナルスタイリングサービスを体験してみませんか？ ZOZO タウンから厳選された700点以上のアイテムから、 ZOZO 独自の AI とプロのスタイリストがあなたのニアを見つけます。詳細は概要欄をチェックしてください。